え、そのパンチラインって何ですか？パンチラインっていうのはどういうやつなんですか？下げっていう、あくまで言う落ちです。落ちです。え、でリサイクルって別に落ちなんですか？あの僕の場合リサイクルっていうのは結局言葉の下げで落としてますよね。こうそういいんですか、ゴミをこんなまた使っていいんですかっていうことに対して下げとして、あのいやこれが本当のリサイクルですという形で落としてるんです。でそれがまあオッチなんですね。そうしないとこれはもう、ここをやりだしても広まりますからね、いろいろ広まっちゃうんです、ね、だから逆にここまでやればものすごく作りやすいんですよ。だけどそれどう締めてやるかっていうところをこうね、でこれ身を投げるもオッチですね、パンチが。だからずっとあのオーディエンスは頭の大きい人が来てそこに桜の花が咲いて雪ができてっていうこういうイメージを持ってたけど、その人自体がその雪だから進んでしまうっていうことであれと思わせるんですよ。でなんだか変な話だねと思って帰って家へ帰って、ああそうかって納得がいって笑う、こういうような落ちなんです。落ちっていうのは必ずしもそこで笑わさなきゃいけないっていうことでもない。だからあのクロージングを入ったの決めたらいいんですよね。そうしないと、まあ、こういう作り方をするとどん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 、そうですね、止めないとダメですね、うん、だから止まるような形でブンとやってやると。だからそれはちょっと今日はワークショップなかったですけど、自分でやってみると、うん、まあ、構成の中で決まってくるのと、うん、あとここの部分をちょっとまでやってみるんですけど、だからちょっと一回申し上げたけど、あのこれがあり得るというようなシチュエーションになっていく、うん、例えば、うん、あの旅行へ行ってこういうことがあってね、それとか、まあそう、まあ、自分の経験してしまうと、ね、うん、ということをやれば、トークテールは完成ということです。あ、うん、まあ、こういうパターンがいいのかどうか知らないけど、僕はこういうパターンでやりました。なかなかね、1年かけたことよりわからなくて、どこから入っていったらいいかわからないんで、こういう小ネタをいっぱいいっぱいで出してきて、で、私は仕事を作ったんだけど、振り返ってみるとこうだなと思って、あのそのIFをこうバッてした欄があるんです、うん、そこは基本的にそのありえないことをこう、うん、ありえるよって補強するための前提作りみたいなことですよね。 そうです、うん、それっていうのは、うん、あの例えば頭の話いくともう一番初めに言うじゃないですか、うん、まあ、タイトルにもなってますし、そういうふうに結構早めに出してあげないとわけわかんなくなっちゃいますよね。でね、これもあのそれ自体も話が大きくなってるんですけど、やっぱりあの基本は木が生えて、でそこでこれになってくるということですよね、うん、で、まあ、ここでも嘘をついてるんだから、この大きいところにしてもいいわけないんだけど、だからそれが結局こういう話の接着剤になってるんですよね。あの例えば僕話したの犬が毎年1本足食えてくるって話だったんですけど、僕の話で言うとその「イフ・バツ」の欄は、例えば僕が言ったのは「いや実は出してる犬種なんですけど売れなかったんですわ」っていうのでもちょっと補強になってますので、あるんだ、だ雰囲気でもう言っちゃうっていうのもありますよね。いや当たり前ですよ、ありますよ。だからオーディエンスはそんなことあるかいなっていうふうに思うんだけど、いやいやあるんですよ。だから私がちょっと実際行ったあそこではこんなだったしとか、うん、うちの実家はこんなだし、自分の方ではこうでしって言ったら、ああそうかそうか、やっぱあるんだと思って話を受けてたらやっぱり騙されてるって思うんですよ。田畑さんなんか特にこの雰囲気と言い方でもう、いやそうなんですよっていうのでもう、その言い罰のところはもう抑えてますよね。それはどうやって評価されるんですか？なんか評価ポイントが難しいので、どんだけでも広げられるし、どんだけでもなんか、どういうあれだったかな、ちょっとね、あのユーモアとかいろいろ評価ポイントが違う、なんか評価するやつがあるんですけど、いやでもこうやって段階的にこの初めの段階をやっただけでも、なんか分かるよね、うん、あこうやってやりゃええんやみたいな、これがないとホラー吹き話っていうか、なかなかプロセスが分からなかったんで、どうしたらいいんかなみたいな、まさにその落語の小話っていう感じですよね、うん、落語っていうのはこういう作りがあるんですか？
多いですね。ざっと上げるだけでも首上陣だとか、首を切って調子に対して歩くっていう話とか、歩弁慶とか、ね、体にこう弁慶が息ついたとか、ね、そういう話があるんですね。だからあるジャンル、ラッコの一つのジャンルは通ってるんですね。